今日はロボちゃんの部屋んぽしたいと思います。今日は3回目です。このくらいの広さです。ここが、はい、開くようになっているので、ここから自分で出入りできます。はい、いいよ、遊んで。あ、エルフ。いつもおやつあげたり、ペレット入れたりするとき、走ってエルフが来るので、かわいい。寝る。まだ警戒中。今落ちた。いつもこのエルフとノエルはいつもおやつ欲しくて最初に寄ってくれます。寄ってきます。で、そのうち乗ってくるから。お、乗ってきた。できた。はい、いつものエルフです。砂場に5匹一緒に入ってくれることを期待したんですけど、1匹ずつしか入ってくれないですね。もうエルフは結構お散歩慣れて出たり入ったりして自由奔放です。で、いつも最後まで出てこないのがミカエルなんですけど、他の子は出たり入ったり活発。かわいい。お、今落ちた。大丈夫か。これシエルママです。もう中に入ってるからエルフとノエルです。はい、外で遊ばないの。ミカエル。はい、お母ちゃん。シエルママはいつも膝の上に乗ってきます。
はい、いいよ。かわいい。触りたくなる。お尻を。あ、気持ちいい。触るとかわいい。気持ちいい。感触がいい。やっぱ散らかる。アワフは散らかる。終わりたくなる。はい、終わり終わり。はい、食べ過ぎは良くない。はい、あとお掃除してください。勝手にお掃除。何まだ欲しいの？はい、ママ。わわわわ、かわいい。感触たまんない。おお、はい、ママです、ね、ママは、シエルママはお尻を触られるのがすごく嫌みたいです。触る、それでも触る。触りたくなるシエルママ。結構あのロボちゃん、ヘアンポだいぶ慣れたみたいです。なんか中にケージの中で遊んでる時とあんまり変わんない。ちょっと体重移動は絶対気をつけないと。すぐ登りたがるから、ママはあのケージの中に手を突っ込んだら袖の中に入ってくるのが怖い、ね、シエルママは最後まで一人で動き回ってる。活発やね。ママ。はい、最後。お野菜。あ、まだ出るの？天候。全員いるかな。うまい？キャベツうまい？そろそろ。ヘアンポ終わりです。こう閉めるときにね、いつも床材があるので閉めにくくなる。ま
またおやつもらえると思って近づいて、1、2、3